も皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めよう。今回のテーマソングはこちら、ドン、ちびまる子ちゃんの主題歌、踊るポンポコリン。これですね、ガズレレ YouTube チャンネルではですね、もう超おなじみの曲なんです。どういうところでおなじみかというと、もう楽器触ったこともないですという方が一番最初にやるウクレレレッスンのその課題の中に入ってる、もう本当に入門曲でございまして、なんですけど、よくよく見返してみたらですね、しっかりしたガズレレ YouTube のレッスン動画、いわゆるいつものように簡単版とかっこいいバージョンみたいな、そんなしっかりバージョンのレッスン動画今までなかったので、今回改めてね、2020年も最後ですけど、まとめとしてこれ撮っていきたいと思います。この曲はさっきも言ったんですけど、ウクレレ触ったことない、音楽を全然わかんないという方が、もうあれよあれよと楽器で、ウクレレという楽器で弾き語りができるというガズレレの初心者プログラムの中にも組み込まれているんですけど、それぜひ見てください。楽器やったことない方でもこの曲でウクレレ音楽すぐできますからね。踊るポンポコリン、ここにリンク貼っておきますね。はい、そういうことで、ね、音楽はね、聞くからやるに変えていこう。もうとにかくやったらわかるこの楽しさ、取り組んでいきましょう。はい、そしてガズレレではですね、もうありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのウクレレで簡単に弾けるようにしているレッスン動画がすでにもう1500曲ぐらいアップロードされております。これからはですね、音楽をね、どんどん聞くからやるに変えて、もう楽しい毎日になりますからね。皆さん音楽始めましょう。じゃあそれでは早速やっていきましょう。踊るポンポコリン初心者さん向け超シンプル簡単バージョン、入門コード4つで簡単バージョンやってみます。 1,2,3,4。 何でもかんでもみんな踊りを踊っているよ。お鍋の中から終わったインチキおじさんとおじょう、いつだって忘れないエッジソンは偉い人、そんなの常識。簡単バージョンやってました。入門コード4つです。これ4つっていうのは C と Am と F と G7。ウクレレを習ったその日に覚える入門コードでできます。この曲でウクレレデビュー。マジでおすすめ。はい。そして、ウクレレ弾けるよという方は、この曲って最初から最後までほとんど、ワンブロックにコードが1個しか入ってこないっていうことがあってですね、いろんなリズムの練習、課題曲に持ってこいなんですよ。アルペジオ、8ビート、16ビート、もうレゲエビートとか、もうカッティングとか、もうこの曲でリズムの練習するのめちゃくちゃおすすめですんで、とにかくもう覚えちゃいましょう。コードも簡単なんで。はい。そして、今のはもちろん1番だけやったシンプル簡単バージョンなんで、フルコーラスやりたい方、コード進行一緒だからどんどん歌詞書いてフルコーラスの楽譜完成させてください。そして今やったシンプル簡単バージョン YouTube で一緒になんとかできたよという方、その次のステップは今度ご自身だけで演奏する、これがキーポイントになります。その時の参考になるように、いつもね、ガズの手書きのノートをね、皆さんに写してシェアしてるんですよ。こんな感じで写して、これから今画面にシェアしますけれども、今ね、このガズクラブというサービス始まってます。このガズクラブというサービスは一体何かというと、今日は取り上げた踊るポンポコリンを含めたガズが取りためてきた、もう膨大なストックの中、ノート楽譜のストックの中から、皆さんが練習したいなと思う曲を毎月5曲選んでダウンロードして、もう即座に、練習できるよという、そういう画期的なプログラムでございましてですね、もう
メンバー900人オーバーでもうかなり盛り上がっております。そしてね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもいっぱいコンテンツがあります。まずですね、アプリがあるんですよ、ガズクラブの。ガズクラブのアプリすごいでしょ。その中で楽譜の管理だとかいろんなイベント情報だとか、とにかくアプリでもう一括でいろいろできる。メンバーズカードもそこで発行したりして。はい。それとあとはね、毎月2回行われているガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信。これがめちゃくちゃ盛り上がります。次のガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信は年明け2021年の1月9日になっております。はい。こんな感じで世界中からバーッと同じ時間同じ場所のオンラインで集まって大セッション。こんなのやったり、非公開の SNS があって、そこで毎朝7時にガズがラジオ配信して、してます。ラジオ配信、毎朝7時ですよ。で、皆さんの演奏動画をアップロードできる場所を3カ所くらいあったり、どんな質問にもそこではガズが答えてますんで、この面白いクラブ活動、ぜひチェックしておいてください。そしてですね、あともう一個これがあります。ドン！ガズレレ大学。こっちはですね、もうちょっとこう深掘りして、いろんなリズムとかコツとか、もううまくいかない人がここでなんかこういろいろ発見があるという、まあ大学ですからちょっとお勉強ということで、これがですね、YouTube のメンバーシッププログラムというのでやっております。はい。で、これはですね、ガズクラブはみんなで楽しんでこう、ワイワイやろう。で、ガズレレ大学はちょっと深めてお勉強のところですからね。こういうふうに分かれております。この2つ、ガズレレ大学とガズクラブ。概要欄にね、リンク貼ってありますんで、ぜひぜひ細かくチェックしておいてください。それでは、楽譜を見てまいりましょう。はい、踊るポンポコリン。はい。ちょっとこのイントロ見てください。これ、なんだこれって感じなんですけど、これはですね、後半のかっこいいバージョンでは、このメロディ、でん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 、じゃんじゃんというメロディをこう弾くよということで、後で解説しますけれど、今やったシンプル簡単バージョン、ここから始まってます。もう見て、このシンプルなこのコードを、これはですね、もう本当に音楽の基礎中の基礎の要素が本当に詰まってるんで、これで音楽まず始めましょうというふうに、本当に言いたいですね。これシンプルなんで、このままメモっていただけるか、これ一時停止してメモっていただくか、動画のテロップを映していただくか、もちろんこれガズクラブで、楽譜をダウンロードしていただくのもすごくいいと思いますよ。で、ここサビなんですけど、これ、ちょっとここ見て、ここ2段に重なってるでしょ。これはですね、今やったシンプル簡単バージョンは、上の段のこのおへそがちらりと、ここのお腹が減ったようをやったんですけど、これ後半のかっこいいバージョンではサビをもう一回繰り返そうかなと思って、かっこいいバージョンではこの下の、繰り返した時にここの下の段、はい。人参いらないと、豚のプー太郎にこう変えていくということで、こんな風には表記になっております。はい。なんで今の構成は、シンプル簡単バージョンは A、まあ、A メロやって B メロやってサビやって終わったんですけど、後半のかっこいいバージョンは、イントロやって、A メロやって B メロやってサビやって、もう一回サビ繰り返すときは、ここに2段目の歌詞ということでやっていこうと思います。はい、じゃあコードの解説、出た入門コードやつ、嬉しいやつこれ !C と F と G7 と A マイナー、これはもう本当に入門コードですから皆さん。はい。これはね、さっきも言った、初心者レッスン動画シリーズというところで、まず最初に紹介しているやつで、この曲はね、実は踊るポンポコリンは、初心者レッスン動画シリーズってガズレレでね、もう初心者様にお届けしているものの、第2弾にもうまるっきりレッスン動画入ってるんですよ。だからこう被っちゃってるんですけど、その一応ここに貼っとこうかな、第2弾のリンクをね。これもね、面白いんでぜひ見てください。そのコードのこともまた言ってますね。ぜひお願いします。はい、それではですね、今日はここからもうかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思います。かっこいいバージョンというのは一体何が基本的に違うのかというと、やっぱリズムなんでございまして、ここからちょっとね、急にレベルアップするんですが、はい、今日出てくるリズムはこれでいきます。ドン！8ビートのチャというリズムでやってみようと思います。これいろんなリズムで弾けるんですけど、基本的には8ビートのノリがいいかなと思うんですけど、8ビートっていうのはこういうのです。じゃんじゃじゃん。8ビートのチャっていうのは、じゃん、チャ、じゃん、じゃん。このチャを入れて、こう、パーカッション、ドラムの感じの、打楽器的要素を含めたというガズレレのオリジナルのね、このリズムの呼び方なんですけど、この弾き方、これでね、奏でられると本当に気持ちいいんで、ぜひね、いずれはこういうかっこいいリズムで、こう、体を揺らして、ビートに乗ってやるのがいいと思います。この弾き方の解説動画、ここに貼っておきましょう。このリンク先は、ウクレレでできるリズム、いろいろというガズレレホームページの1枚。その中から、8ビートのチャという、濃厚レッスン動画が、もう専門の動画がありますね。それをじっくり見てもらって、ぜひともものにしてください。で、その動画内でも言ってますけど、まず基本になるのはさっきもやったけど、8ビートというリズムになりますんで、8ビートのチャ、こんな感じで、体でこうリズムに乗っかっていく。そんなイメージでこの曲取り組んでみるといいと思います。そして、先ほどもちょっとご紹介したんですけど、今日はですね、イントロのメロディー、つまりこういうやつです。このメロディー、これ弾いちゃいましょう。これは結構難しいんで、今言っときましょう。これ初心者の方、いきなりこれ挑戦しなくてもいいですからね。まずは、
デン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 ダンダン。こんな感じで C と G7 で、口で言う、口でメロディを言うので、もうほんと十分だと思います。で、慣れてきた方はこのタブフという、これね、ここに今映してるの、これタブフって言うんですけど、この、これを見るとね、すぐに弾けるようになるんですけど、今日ちょっとこのタブフの解説はですね、本当にこれ、偶然というかですね、このタブフっていう、この今映ってるこの表を、読めるようになる動画っていうのがあるんですよ。そこの動画内でまさにこの踊るポンポコリンのメロディを取り上げているんで、それ、今日はそこに飛んで、このもしこのタブフっていうね、読み方わからない方、ここにリンク貼っときますよ、タブフのリンク。このタブフはまさに今日やる踊るポンポコリンのこのメロディを教材にしてますので、絶対にわかるはずです。はい、今日はあえてここで時間を割かないぞということで、はい、もうさっくりとかっこいいバージョンに向かっていこうと思うんですけど、今日ね、ちょっと面白いことをやろうと思います。一応ね、基本的なリズムは8ビートのチャで軽やかに、なんでもかんでもみんなって、まあ、早くならないようにノリノリで安定感に行きたいんですけど、 B メロでですね、ちょっと思いついちゃいました。ちょっと聞いててください。いつだって忘れないエジソンは偉い人。ここ手拍子みたいなハイです。これをまず弾きながらボディをパンパンってもう叩く。ちょっとこういうことやるだけでリズムが乱れたりするんでね、これはちょっとね、面白ゲームみたいな感じですけど、もう一回ね、ワン、ツー、スリー、フォー。いつだって忘れないエジソンは偉い日。これやってみたらわかるんですけどね、リズムをこうしっかりこのリズム通りにこのパンパンって安定的に叩くっていうのもね、結構面白いですよ。あれ合わないってきっとなるんじゃないかな。だから体でリズムを取ってないとそういう時にリズムに乱れちゃうんで、そんな時もそんなこともあるかなと思って、ちょっと今日やってみます。もちろんこれね、やんなくてもいいですよ。普通の8ビートでも十分かっこいいんですけど、なんかこうリズムを強化する一個のフックとして今日、これをちょっと入れてみようと思います。こんなのちょっとお楽しみ企画として、ね、入れながらリズムに乗っていく。こんな風に思っていくといいと思います。この曲は踊るポンポコリですから、ちびまる子ちゃんの世界観。まあもうほんといいですよね。なんかゆるい感じ。もう、友蔵じいさんみたいなね。そういうキャラもいろんなキャラ、お父さんとかお母さんとかお姉ちゃんとかね、たまちゃんとか。そんなイメージでこう楽しくできるといいと思います。これはだから、キッズからおじいちゃんからおばあちゃんまで、日本人であればみんな歌える曲なんでね。この曲でみんなを巻き込んでね、もう音楽やろうってみたいな感じで。そんな楽しさをこうシェアできるような演奏も心がけていきましょう。それでは行ってみましょう。踊るポンポコリンカズレレ流かっこいい場所。やってみる !1、2、3、GO! なんでもかんでもみんな踊りを踊っているよ。お鍋の中からふわっと一匹おじさん登場。これちょっとね、今いろんな小技がね、タンタンとか、フレーズもね、ダン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 、このフレーズはちょっと難しいから、さっきも説明したように、まあじっくり取り組んでいただいて、コード弾きでもいいですよ。ダン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 
C と G7 でこのコードを弾いて口で言うので、まずファーストステップはいいと思いますけどね。今みたいにちょっと慣れてくるとこのリズムに乗ってでん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 ってやるのもまた面白いんですけど、まあでもこれね、2人で3人でやるこのメロディー弾きもいいんですけど、急にねメロディーだけになっちゃうとなんかちょっと演奏寂しい感じがするんで、まあ1個のねこのまあテーマとして取り組んでもらう、これがいいと思います。そんなわけでこのね踊るポンポコリンはこの何回も言いますけど、もうキッズからおじいちゃんおばあちゃんまでもう全員日本人だったら歌えるだろうというぐらい、まあ超日本人にとっては定番曲なんで、この曲でウクレレをマスターして、でいつでもどこでもセッションできる、これどんどんやってくださいね皆さん。はい、音楽をねやっぱ聞くよりやる方が楽しい、この踊るポンポコリンから始めましょう。さあ皆さん、この音楽を奏でる楽しさ、今度は周りの方にぜひともお伝えください。その時にこの今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルご活用してくださいね。チャンネルにいいねだとかチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして皆さん最新情報、これ今いつも使ってるガズのわがままウクレレと、こっちガズの初めてウクレレ、こっちは初心者さんとか誰かにプレゼントするときに最適の、これ両方とも今ですね、こっちは予約、わがままウクレレ予約注文、このガズの初めてウクレレ今ゲットできますから、この2つのウクレレの情報とか、この度新しく発売になったチューナーのお知らせとか、その辺のこと全部ここに集約してますんで、ぜひともここ覗いてみてください。先ほどもお伝えしたんですけど、ガズクラブとガズレレ大学、この2つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって楽譜をダウンロードできて、こう一個の街みたいなイメージ。ガズレレ大学はほんとちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか、本当にお勉強です。この二つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。あとね、ガズレレでね、アプリがあったりするんですよ。ガズレシピです。ガズレシピで楽譜を見られる。これもね、すごく面白いことになってます。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにね、いつもつけてるこの水引きだとか、このストラップ。キャップだとか T シャツとか山ほどね、いろんなグッズがあるんでね、ホームページぜひ見ていただきたいんですよ。あとそれとね、これです。はい。ドーン、リットミュージック社から出てるこのね、信号機みたいな赤、青、黄色みたいな、このね、このね、楽譜本がものすごい大ヒットで、もうそろそろ10万部いくぞということで、これなんでね、まあいいかというと、これめちゃくちゃ簡単でわかりやすいですね。しかも100曲入り、50曲入りというね、はい、すごい山盛りでございます。こういうのもご活用していただいて、皆さんのね、楽しい豊かなミュージックライフ、もうさらにね、輝かしていきましょう。さあ、これからもガズレレ YouTube チャンネル、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。